王家賞は日本中央競馬会が阪神競馬場で執行する中央競馬の重賞競争である。青賞は内閣総理大臣賞、日本馬橋協会連合会会長賞。中央競馬の品馬三冠競争の第一関門となっている。また、5着までの馬には優秀品馬の優先出走権が与えられる。1939年にイギリスの 千技ーを半として、最もスピードのある優秀な品馬の選定、及び優秀な繁殖品馬を発掘するための、レースとして4歳品馬限定の競争、中山4歳品馬特別を創設。東京優秀競争、阪神優秀品馬、横浜農林商商店4歳小馬、京都農林商商店4歳小馬と共に、クラシック競争の一つとされた。 太平洋戦争の戦局悪化による中断を経て、戦後の1947年からは名称を大賀賞に変更して、京都競馬場で施行。1950年から阪神競馬場での施行となり、以降は阪神競馬場での施行が定着している。距離は1947年以降1600メートルで施行しており、コースは2007年以降。 前年に新設された外回りコースとなっている。1995年より指定交流競争とされ、地方競馬所属馬も出走可能になった。2004年から外国産馬も出走可能になり、2010年からは国際競争に指定され、外国馬も出走可能になった。1984年よりグレード制を導入、GI に格付けされた。 しかし当時の格付け表記が国際基準を満たしていなかったため国内限定の格付けとされ日本がパート愛国に昇格した2007年から2009年は JP に表記を変更国際競争に指定された2010年より国際格付けの GI に改められた以下の内容は2021年現在のもの出走資格皿系3歳貧馬負担重量 定量出馬投票を行った馬の内優先出走権を持つ馬から優先して割り当て、その他の馬は収得賞金の多い順に出走できる。出馬投票を行った外国馬は優先出走できる。JRA 所属馬、地方競馬所属馬は、下表のトライアル競争で所定の成績を収めた馬に優先出走権が付与される。地方競馬所属馬は上記のほか JRA の2歳 GI 競争、または JRA で行われる芝の3歳重賞、競争を優勝した馬にも、出走資格が与えられる。2021年の1着賞金は1億500万円で、以下2着4200万円、3着2600万円、4着1600万円、5着1050万円。コース種別の記載がない距離は、芝コースを表す。タイム中の R は、 レコードタイム。優勝馬のバレーは2000年以前も現行表記に揃えている。競争名は第5回まで中山4歳品馬特別。第6回は能力検定競争。第7回以降は大賀賞競争馬の強さを数値化したものをレーティングと呼ぶ。2001年以降世界共通の方式によるレーティングが行われ発表されている。レーティングは 各場の強さを表すほか、競争の上位4着までのレートの平均値をレースレートといい、その競争がどの程度レベルが高いものだったかの指標となる。レースレートの結果によって、その競争の格付けが変動する場合がある。公表されているレーティングに従うと、2001年から2021年までで、最もレベルが高かった年は2021年で、 最も強い優勝馬は2018年のアーモンドアイということになる。また、最もレベルが低かったのは2015年、それに次ぐのが2007年である。ただし、2007年の優勝馬のレートは111、2015年は112であり、歴代の優勝馬の中でも上位に入る。レースのレベルが低かっただけであり、個々の出走馬のレーティングとは異なる。 各界競争結果の出展、ありがとうございます。